ートします。毎週土曜日夜6時30分からのうどんまっぷサタデーの好評放送中です。 TMC は今年つながるここからキャンペーンをスタート。ソーシャルディスタンスやリモートワークなどで人々のつながりが希薄にならないよう、おもち浜ストアを含めたさまざまなコンテンツで福岡の皆さんと新たなつながりを作っていきます。これからも8チャンネル TLC にご期待ください。人形師田中勇。歴史と伝統を守ってきた博多総鎮守伏田神社の奉納行事を通じて世の中からのコロナ退散を祈念いたします。尊号であり、偉大な業績をたたえ、花園天皇から贈られた諮号であります。国や皇室に対し、大きな功績を残した僧侶に与えられ、他に大使、前使などがあります。幼名を身内丸、出家後、あざ名を弁念、後に縁起と名乗ります。建永2年1206年、駿州現静岡県に生を受け、4歳の時両親より仏門に入るよう命ぜられます。世のため人のため、天台宗から禅宗へと広く修行を続け、僧に渡る決意をし博多へ。そこで豪商社国名の手助けを受け塗装、3年の修行の地帰国し、神治3年1242年上天寺を建立しました。鎌倉中期、博多の町を疫病が襲います。そこで町民と力を合わせ、僧で学んだ手当を施し、疫病は収束へ。その後町民たちの願いを聞き、供養を兼ねて疫病退散のご祈祷を行います。町人たちが手書き棚をしつらえ担ぎ、その上に祈祷水を携えた正一国師が乗り、博多の町を清めて回りました。これが現在の山笠の起源と言われています。また、僧で学んだ小麦粉等の引き方を伝えたことから、上天寺ではうどん、そば、発祥の地と石碑が建立されています。晩年には気候が適していると駿河にお茶の種を持ち帰り、
知りたい福岡の情報を分かりやすく楽しくお届けしています。その桃地ハマストアの人気コーナーがうどんマップです。博多はうどん発祥の地とも言われていて、福岡市博多区の上天寺にはそのことを示す石碑も立っています。うどんマップではうどんの人岡澤明が福岡県内60市町村のうどん店を巡り、とっておきの一杯を食べ尽くします。毎週土曜日夜6時30分からのうどんマップサタデーも好評放送中です。 TNC は今年つながるここからキャンペーンをスタート。ソーシャルディスタンスやリモートワークなどで人々のつながりが希薄にならないよう、おもちハマストアを含めたさまざまなコンテンツで福岡の皆さんと新たなつながりを作っていきます。これからも8チャンネル TNC にご期待ください。人形師田中勇。博多駅商店連合会は歴史と伝統を守ってきた博多総鎮守串田神社の奉納行事を通じて、世の中からのコロナ退散を祈念いたします。博多駅にお越しの皆さん、 TNC テレビ西日本アナウンサーの佐藤ゆりかです。令和3年博多祇園山笠14番山笠博多駅商店連合会飾り山笠の紹介です。表、国士太平を祈願。表題の長一国士とは尊号であり、偉大な業績をたたえ花園天皇から贈られた信号であります。国や皇室に対し大きな功績を残した僧侶に与えられ、他に大使、前使などがあります。用名を有事丸、出家後あざ名を弁伝、後に